一人じゃない、みんなが君のブースター。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ所属の狩野裕介です。皆さんは周りのみんなに思いやりを持って接していますか？僕のチームも他のチームもいろんな人が集まって一つのチームができています。お互いがお互いのことを思いやることで気持ちよくプレーすることができます。今日は周りのみんなを大切にするために僕たちから3つ伝えたいことがあります。Bリーグ3年目オフェネックス所属の名渡亮です。まずは1つ目、みんなのことを知ってみよう。周りの人の中には自分と違っていたりよくわからない人がいるかもしれません。そんな時こそ相手のことをよく知ってどんどんいいところを見つけてみてください。Bリーグファイティングイーグルス名古屋の石川です。次に2つ目、自分に置き換えて考えてみよう。何気ない行動や発言でもしかしたら相手を傷つけてしまうかもしれません。自分だったらどう思うかなと立ち止まってみてください。 B リーグシーホース三河所属の根頃慎之介です。最後に3つ目、辛いと思ったら誰かに相談してみよう。自分のことを大切にすることも重要です。辛い気持ちは誰かに相談することで心が軽くなったり解決につながったりするかもしれません。僕たち4チームは名古屋法務局および愛知人権啓発活動ネットワーク協議会と協力して子どもの人権を守る活動を行っています。悩み事があれば相談ダイヤルを使っていつでも相談してください。